はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、確認の原則について解説していきます。はい、向山陽一先生の代表的な名著、授業の腕を上げる法則、はい、その中の第8条ですね、確認の原則について今日はやっていきます。この確認の原則というのは達成状況の確認ということですね。まあ評価というふうに考えることもできます。指導の途中で何度か達成率を確認せよという原則ですね。授業の中でやっておられるでしょうか。で、向山先生この本の中で最初に評価というのは主に教師のためにあるんだということをおっしゃっています。なんでかというとね、自分の指導のまずいところを自分で診断するんだっていう、そのために評価というのはね、主にあるんだというふうにおっしゃってます。で、これをね、取り違えてる教師がいるって言うんですね。で、取り違えて子供が悪いとかね、親が悪いとかね、まあ、地域が悪いとか、まあ、そういうことを言ってる先生いるじゃないですか。でもそうじゃないんだって。それは自分のための評価なんだから、自分が自分を改善しなきゃいけないんだよということなんですね。ですから子供のせいにしたりね、親のせいにしてる教師っていうのはね、一体ね、その教師という仕事を何だと考えてるんだということをね、痛烈にお書きになっておりますね。はい、それで、まあ、そのことも書いてあるんですけども、この確認の原則というのはですね、そういう通知表だとか、そういう評価、大きな評価ではなくて、ここですね、1時間の授業の中での達成率を確認するということについての原則なんですね。まあ、それについて今日はね、お話ししていこうと思うんですが、まずですね、授業の中でこう言いっぱなしの授業があるっていうんですね。先生がもう子供が理解してようがしてまいが構わず、先生がとにかくわーっと言って授業進めてっちゃって、で終わっちゃうという授業ですね。まあこんなのは授業とは言えないっていうことなんですよ。一切ね、達成状況を確認もしないわけですよね。ただ単に勝手にどんどん進んでっちゃう授業です。まあこれは授業とは言えない。教師がね、よくね、皆さん分かりましたかっていうふうに言う先生って言いますよね。私もね、もちろん言ってしまったことありますけど、分かりましたかっていうのはね、意味がないわけですよね。これは確認してるつもりになってるだけで、実際には確認ができてないわけですよ。で、だって子供たちに分かりましたかって言った時に、はーいとかみんながなんとなく言うじゃないですか。中には分かんない子も一人二人いるはずなのに、みんながなんとなくはーいって雰囲気でね、みんな分かったみたいな感じで進んじゃうと、これは確認とは言えないわけですよね。向山先生も分かりましたかなんて聞いてるのは、新卒程度のね、技量しかない先生だっていうふうにおっしゃっています。で、まあ、せめて分からない人いますかならまだいいっておっしゃってるんですね。まあ、それであっても、なかなか分かりませんってみんなの中で、ね、言う勇気のある子って少ないですから、確認にはやっぱならないわけですよね。まあ、いくらかましたというふうには思いますけどね。じゃあどうやって確認を取っていくかということなんですよ。それはこの赤で囲ったところですね。向山先生はいくつもの些細な技術で行うんだというふうに書いてあります。で、いくつかこう具体例が出てくるわけですけども、その中の一つがね、地図帳で大阪市を探させる場面が出てくるんですね。その時に探せた人は手を挙げなさいって、まあそれはね、割とやるじゃないですか。まあ、そういうのも一つの方法なんだけども、ただしこれは煩わしい、授業のリズムが崩れるんだというふうにおっしゃってるわけですね。じゃあどうするかというと、大阪市に人差し指を当てなさいっていう指示がいいっていうふうにおっしゃってます。こうすることでね、みんながこう動作が入るので、子供もね、集中しますよね。集中して行いますし、こちらも確認が取れるわけですよね。まあ、そこでも確認取れるんですけども、その念を押すためにね、隣の人と比べてご覧なさいっていうのを入れるとバッチリだってことなんですね。抑えた。で、そして隣同士確認させる。もうこれでもう間違いないってわけですよ。私はさらにね、その上もあると思うんですけどね、2人がちゃんとお互いを確認したかどうかの確認が必要なんですよね。ですからよく私はこの後に、はい、隣の人がちゃんと抑えてた人は手を挙げてごらんっていうようなこともしました。まあ毎回じゃないですけどね、念を押したい時はね、念を押して念を押すみたいな感じでやってましたね。まあ、こういう些細な技術を使って確認っていうのはできるんだというふうにおっしゃってるわけですね。私もね、これ本当にね、大賛成なんですね。私以前ですね、ある研究会、まあこれは公の研究会ですけどね、そこで評価っていうことについて、みんなで1年間研究する場があったんですよ。で、その時に私もね、簡単な評価じゃないといくら提案してもね、皆さん真似ができませんから、簡単にできることにしましょうというふうに主張したんですけども、やはりね、通らないんですね。で、結局どうなったかというと、やっぱり座席表を作って、そこに子どもたちの進度、まあ算数でやったんですけど、それね、子どもたちのことを書き込んでって、でそのなんかレベルが作ってあるわけですよね。 A 評価 B 評価 C 評価みたいな、でこの子は A に当たる、この子は B に当たるみたいな、この書いてって評価をするという方法を結局発表したわけですけども、そんなの、まあ、自分が発表してっていうのもあれですけども、そんなのは特別な時にしかできないじゃないですか。1時間の中で全員の見取りをそんな詳細に書いていくなんて時間も教師にはないわけですよね。本当にこの向山先生がおっしゃるような些細な技術を使って確実な確認が取れれば一番いいわけじゃないですか。でもね、こういうも
ものはね、研究対象としてね、認めてもらえなかったという経験があるんですね。でもその研究というのは結局広がってませんよね。隣の先生が毎日座席を持って授業してますか、確認してますか、してないですよね。ですからそういう結局現場に浸透しないようなものはね、いくら研究してもね、結局意味がなくなっちゃうということなんですね。はい、ちょっと脱線しましたけどね。それ以外ね、空書きですね。これはもう分かりますよね。書き順や覚えてるかどうかの確認をみんなで 1,2 ってこうやらせればですね、すぐ分かるわけですよね。であとハーモニカですね、ちゃんと吹けてるかどうかっていう確認に、これはね面白いですね。ぜひね、これこの本読んでいただいた方が本当はいいと思いますね。ちょっと言わないときますね、これはね。ぜひ読んでみてください。どういう方法をするか、まあ見えないものを見える化する実践なんですね。はい、4番音読ですね。これはまあ有名だと思います。全員起立、読み終わった人から腰掛けなさいってこの本には書いてありますが、まあ、そうやって動作、作業指示をすることで全員の達成状況を確認するということですね。あとですね、向山先生はこの機関指導も確認のための有力な方法だというふうにお書きになってるんですが、私も機関指導でいろいろな確認を取るのは、ね、結構難しいということを今まで動画でも上げてましたけども、向山先生もお書きになってますね。この全体の状況をつかめるようになるには少々訓練を必要とすると書いてあるんですね。ですからちょっと技能が必要なんですよ、これやっぱりね。で、向山先生はね、まあ、特別だと思うんですけど、これ機関指導してる間にその映像として頭に残るっていうんですよ。まあ、カメラのように子どもたちの様子が映像として残るらしいんですよね。まあ、そういうことができなかったら機関指導による確認っていうのはね、非常に難しくなりますね。先ほどの座席表を持ってね、こうやって書くというような、まあ、そういう結局形にならざるを得ないんだと思うんですよ。機関指導を通した確認というとね、まあ、向山先生みたいにね、こう頭に絵が残ればいいんですけどね、多分私なんか絵は残りませんしね。まあでも一応方法としてはあるわけですね。でこっちに赤に書いたのはね、私の実践なんですけども、例えば算数でアルゴリズムを唱えさせる場面ありますよね。例えば、足し算の筆算かなんかをやるときにね、1の位3たす2は5、10の位7たす3は10だよね。この計算の手順を口頭で言わせて覚えさせる方法ですね、アルゴリズムですね。まあ、そんな時に誰が覚えて誰が覚えてないかっていう確認をするときにですね、先ほど向山先生の例にも出てきましたけど、これで、ね、この隣の人とのチェックっていうのはですね、非常にいいんですね。はい、じゃあ立って隣のことをお互いに言えたら座りなさいみたいな指示を出すんですね。そうすると座れでてないことや片方が言えてないということは分かりますよね。そこで指導するという形になります。はい、あと国語の1分間スピーチ、これはちょっとね、話が少し離れる部分もあるんですけど、確認方法なんですね。目線だとか声の大きさだとか、そういうこともね、指導しますよね。でそれを確認する、いわゆる達成状況を確認するために、練習させた後1人1分間ずつスピーチさせていたら、確認は取れますけども時間かかりますよね。1時間で終わんないじゃないですか。ですから例えばスピーチの最初の1文だけを全員に言わせるんですね。そうすると、まあ、1人数秒で終わりますからね。で数秒だけども目線とか声の大きさって分かるじゃないですか。でそこで評価していくことができます。まあ、これも1人ずつの達成状況を見るために、まあ、これは全員1人ずつやっていかなきゃいけないんだけど、1人1分ずつじゃなくてね、1人数秒程度でやっていくわけですね。まあ、こういう方法を使って確認するということを私はやってきました。まあ、ちょっと、些細な技術かどうかよく分かりませんけど、まあ、それもね結構有効だったので紹介しておきますね。まあ、この確認の原則もね非常に大事で、要するに子どもたちがどの程度できているかというものをね、見極めながら授業で進めていかなければいけないところですよね。ですので確認をしながら、授業を進めていくという、まあ、その確認方法について今日はお話しいたしました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。